運命のバラード、テイルズオブデスティニー実況プレイ。皆さん、こんにちは、アラニです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回までかな、数パートほどラストダンジョン攻略に使っていたんですけど、ちょっとかなり長かったですね。予想以上にだいぶ苦戦してしまって、長くなってしまって申し訳ないんですけど、おそらく、この先にミクトランがいるんじゃないかと思って、はい、このメンバーにしております。あとフード、忘れるところだった。これをつけておきましょう。戦闘中、これ1個つけとこうかな。ここもこつけて、とりあえずこの辺は置いといて、属性軽減を魔法使ってくるよね、確か。一応つけておきますか。あ、意外とないんだな。どうしよう。この辺はなんかあんまりって感じだもんな。無双連つけとく ?50 フィット以上したらか。フルーツ豆腐、せっかくこのダンジョンで見つけたんでつけておきましょう。で、あとは、めんどくさい状態以上を防止してくれるやつをつけておいて、あ、でも全部つけれた。あと1個か。ケバブとか?ケバブにしときますか。はい、こんな感じで。フードもちゃんと、装備しまして、いよいよ挑んでいきたいと思います。おそらくこの先にラスボスが待ち受けているんじゃないかと思うので、はぁ、ドキドキしますが、頑張っていきたいと思います。お、まだ、まだ続く?嘘。これ以上続くのはほんと聞いてないからやめてくださいね。せっかく回復したのに、まあそんなに今減ってるわけじゃないからいいけど、ホーリーボトル使って、登って、いや、もうこの先、ラスボスでしょ?もうこれ以上ダンジョン攻略は私あんまりしたくないな。あ、これ、ダンジョン攻略の途中に見ましたね。なんかエレベーターみたいのあるって言ったやつだ。あ、逆かよ。出ないでー。OK。お、いよいよかな。なんだこの部屋、壁に人が埋まってる。これって棺桶、みんな死んでるってこと？この人たちはもしかして天井人なのか。触るな。我が民に触れることまかりならん。ミクトラン、とうとうここまで来たか。地上軍め、かくなる上は決着をつけてやる。そう、お前たちにも因縁の深い神の目の前でな。神の目、望むところだ。でもよかった、ここは敵出ない。これびっくりしたな。でもなんか液体につけられてるみたいな感じで、
亡くなってるっていうわけではないのかな。長い眠りについてるみたいな、そういう感じ。ただ眠ってるだけみたいな。うわ、あーここにセーブポイントあんのか、まだなんだよ、もうちょっと先進めばよかったじゃん。まあいいか。多分ラスボス戦すごい長くなると思うんですよね。何分ぐらい戦うんだろう。てか負けたくないな、ほんと。でもこのダンジョンさまよってて結構みんなレベル上がってると思うんですよ、多分。だから頑張ります。うん、ルーティーがちょっと減ってるな。もったいないけど、17とか、まあいいや、もう使うことないでしょう。ではいよいよ挑んでいきたいと思います。お、扉の先に進みますか。準備はできた。神の目、一段と禍々しい輝きを。お前たち外に広がる大地を見たか。緑あふれ陽光をきらめく美しき世界を。あれこそが天上界の真の姿だ。薄汚い地上とは比較になるまい。我が民も間もなく眠りから目覚める。天上界の本当の復活はもうすぐだ。光り輝く世界は地上に暮らすみんなのものだ。お前が作った偽物の大地なんかに独り占めはさせない。地上の民がほざきよって。ならば肩をつけようではないか。我々天上人とお前たち地上の民、どちらが滅びるべきか、この場ではっきりさせてやろう。行くぞミクファン。イールのと音が弱点か。そして光と闇が効かない。レベル70、やっぱりちょっと高いな。光と闇を属性とするベルセリオスを操る。攻撃力も高く、状態異常耐性、属性軽減ができないと苦戦は必須。うわ、めちゃくちゃあるな。じゃあやっていきますか。どっちかが滅びるってそれじゃないとダメなの。共存っていう道はないのって思ったんですけど、多分これ第二形態とか第三形態とかラスボスって大体あるから、はいまあ覚悟して頑張っていきたいと思います。思考の天井をたる私にお前たちごときが叶うものだ。攻撃力ほんと高いな。うわー、うお、リーチがびっくりするぐらい長いんだけど。ウィルって確かスタンもあったと思うんですけど、あーどうしよう。魔王演劇派がちょっと出が遅いから変更劣化ぐらいしかないかなあ。でも光属性なんですよね。ちょっとやってみよう。はい、やっぱ微妙。何なのかな。リリース？そういうわけでもない。いいね。うわあ。いけ。押せ押せ。今のうちに。めっちゃウッドロー打ってるな、ユミア。うわ。やっぱ何それ。うわ。いった。
どうしようかな。ウッドローに回復してもらおう。いやー、さすが。ラスボスだけはあるなー。上、もう取らないでくれるかな。どうしよう。また、違う。魔人島破山。これを、割と上の方に行ける。どれだっけ。真空裂波じゃなくて真空裂弾かな。これにして、あ、これ。おお、怖い。ちょっと怖いから回復させておこう。わ、よかった、ルーキー。回復させといて。待って、なんか喋ってるな。うわー、それやだなー。わ、まず自分回復しよう。やめろ。流血ない。よし、レイズデッドやってくれて。ちょっと待ってよ、まず3回復するね。オッケー。崩した。違うんじゃなくて、ここであんまりグレープゴミ大量消費は望ましくない気がするけど。オッケー。ヘッドロー、もっと弓矢攻撃していいよ。痛い。抜けれないよ。いやー、ちょっと待ってね。頑張るよ。ねえ、フィリア。いや、届かない。あー、ルーティーがやられるのはまずい。で、ライフボトル。やめてー。トロ、自分で回復して。あー、この、あれ何？うわ。痛い。ルーティーさん、離れてほしいな。なんか突っ込んでた。で、ライフボトル。あー、届かないよ。一応、成功レッパーも効いてんのかな。ちょっと待って。OK、崩した。重い。崩した？待って、フィリアがやばいけど、多分ルーティーが回復してくれてるから。いやー、その何？なんか障壁みたいなやつやめてくんないかな。あんま突っ込んでいけないね。わ、やめてくれー。キープ使ってくれてる。いった。え、それ何？なんか衝撃波みたいな、めちゃくちゃでかいんですけど。オッケー、崩した。まだか。4万。うわもうなんか全然喋れてない気がするけど。オッケー、いいぞ。もうちょっとだ。押せ。あー、35,000。まあでもだいぶ削ってきた。ちょっと先行劣化、先行劣化うるさいかもしれませんが。OK、いいね。今のうちにみんな攻めるんだ。うわー、なんだ。おかしいだろう。頑張れ。うわ、ちょっと待って。ルーティンの方に行くのはやめてくれ。うわー、ちょっと待って。
この障壁ほんとうざい。何やってくれてるの、ヒール。あーまた突っ込んじゃった。これうざい、ほんとやめてやめてやめて、届かないし動きが速いんだよな。うわ、ルーティーがやられるのはまずいって言ってるでしょ。もうライフボトル投稿してない。うわわわわ、どうしよう、こうして違うんだよ。猛烈弓矢系のを全部入れよう。風神剣、秋定めか。秋定め近づかないといけないけど、颯、あ、これいいんじゃない。古風、待って、風神剣を古風にしよう。古風で、ハゲロウ入れとく。ハゲロウ動きやすいからな。さあ、まだアイテム使えない。うわわわわ、ちょっとやめて、やめてよ。動く隙すらない。レイズデッドやってくれてるから、ルーティンにアイテム使ってあげて。オッケー、ちょっと待って、いってる、当たってる、待って、なんか巻き込まれてる。あー、うわありえないんですけど、ちょっと待ってね。ドローにライフボトルがない。やっぱりダメだ、私はスタンの方が使いやすい。うわー、ちょっとそれやめてってば。取れた、うせ、オッケー。ルーティーのそばには寄らないで。そのさ、うわ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 、突っ込んじゃった。うわね、なにそれ、おかしいって。9000、でも一旦離れよう、離れよう、離れよう。うわうわよー、やばい。耐えてくれたから、でも待って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 、いやグレープ組み使って、オッケー。ルーティーやばいんじゃない、それ。うわあ、ちょっと待ってって、ライフボトルもうないよ。ルーティーが死んだらもう本当にやばい、本当にやばい。9000から全然減らせないな。うわ、やめてー。ウッドローに違うな、スタンだな、にグレープグミを使ってもらって、もう早めに回復するしかない。重い、うわわわわ、痛い痛い痛い、うわーやばいやばい、死んじゃう死んじゃう、ちょっとちょっとちょっと、ありえないありえない、うわーやめてやめて、本当にルーティーが先。うわぁ、ヒールで、で、ウッドローに回復してもらおう。ライフボトルがもうない、本当に。それで、待って、私これ第二形態とかあったら勝てる気しないんだけど、大丈夫アイテムが、え、なに、え、勝利のあれ BGM 流れてるけど、これ信じていい？ライフボトル1個しか供給されないよ。バカな、天井王のこの私が。見たか、ミクトラ、これが我らの本当の力だ。おのれー。
触れるものか、この私がお前たちごときに。神の目を、私にさらなる力を。あれはグレバムと同じことをする気か。そんなことをしても結果は見えているではないか。なんともないわ。そんな、愚かな地上の民になど任せておけるものか。真の繁栄は思考の存在に統制されてこそもたらされるものなのだ。それはお前が神に等しい存在としてこの世に君臨するということか。余計なお世話よ。私たちにそんなものはいらない。神は人の心に自然に合わすべき存在です。俺たちの未来は俺たちが決める。そして自分の足で歩いていく。それこそが俺たちがこの世に生きる幸せであり喜びだ。お前の指図は必要ない。生意気な。神の目の真の力を思い知らせてやる。神罰を受けよ。なんだこの光は。さあ、それに他のマスターたちを臆してはならん。さよ、主らにはわしらがついておる。任せておけ。今まで培ってきたものを信じて。ああ、もちろん信じてるさ。お前たちのことは酸いも甘いも共に味わったかけがえのないパートナーだしね。私たちマスターもその他の仲間も皆思いは一緒だ。そう、今度こそ全てを終わらせましょう。うわ、マジか。やっぱりそうなる。ライフボトル2個しかないんだけど。食べ物全然使ってないな。でも一応全回復はしてくれてる。不安だなぁ。リライズしてできないか。あ、みんなレアなんちゃらなんだな。これどうしようかなぁ。アイテム使用負荷時間が減るっていうのもかなり嬉しいんですよね。あ、光栄から、光栄っていうか、まあ中距離で頑張ってもらう的な感じで、こうして、あとは、悩みどころだ。まあ、パーティーは変えるつもりはないので、ウッドローの装備を、チェイサーじゃなくて、何にするかな。どうしよう。リカワーとかつけといた方がいいのかな。それともアタック？どうしよう。リカバーかな。リカバーにしとこう、一応。あ、でもな迷う。アタックにしようかな。攻撃力とか防御力下がるわけでもないし、アタックにしとこう。 OK で、この辺は、あ、こっちにしよう。術防御力上げるべきか、
地属性、悩む。光とか闇属性、あ、でもダメージアップか。ダメージアップならどうしようかな。集中力でいいか。で、これか。防御力を上げるか。チャージでブラストゲージ、でもブラストゲージ溜めてる暇なくないか。で、チャージが豪将来に変化。え、なんか、こういうやつついてたっけ？思考爆エンジン、ブレンケン中に獅子閃光。バトルガントレットかな？豪将来になるんでしょ？豪将来って確か攻撃力上げるって感じでしたよね。防御が少し下がっちゃうけど、持続性軽減。やっぱ今のところレアアーマーが一番いいのかな。そうだねー。なんかすごい時間取っちゃってすいません、ここで。まあこれでいいと思います。本当はジョニーも欲しいけど、回復役に頑張ります。では行きましょう。戦闘開始します。